パリパラリンピックバドミントン女子シングルス WH1 車椅子決勝日本時間2日ポルトドラシャペルアリーナ東京パラ金メダリストの里見サリナ 26NTT 都市開発が女子シングルス決勝で S プックカム38対鬼夏1日18から2121 21から13 21から18で下し、金メダルを獲得、見事大会2連覇を達成した。前日の女子ダブルスでは銀メダルに輝いた里見、今大会2つ目のメダル獲得となった。プックカムは1ゲームも落とさず4連勝で決勝に進んだ。そんな強敵に里見は第1ゲーム、前後に揺さぶられリードを許す。里見は5連続得点などで追いすがるが届かず、 18対21で選手される。第2ゲーム、里見は4連続ポイントでリード。強烈なスマッシュも決め、このゲームの主導権を握った里見が21対13で奪う。運命の第3ゲームは互いに点を取り合う行き詰まる攻防が続く。13から13から相手のショットはアウト。さらに長いラリーも制し、スマッシュを決めると里見はガッツポーズ。 1, 1の13とリードを広げそのまま逃げ切り21から18で第3ゲームを奪った里見は高校3年生だった2016年5月交通事故で脊髄を損傷し車いす生活となった17年に父淳さんの勧めでパラバドミントンを始め同年12月の日本選手権でシングルス準優勝すると19年の世界選手権でシングルスを初制覇した 東京大会ではシングルス金メダル、山崎ゆま、36、NTT 都市開発、と組んだダブルスでも金メダルと単腹二冠の偉業を成し遂げた。里見紗理奈、里見サリナ、1998年4月9日、千葉県出身。中学時代は3年間バドミントン部に所属、高校3年生の時に交通事故に遭い車椅子生活になる。 父が見つけてくれた実家近くのパラバドミントンチームで活動を開始するとすぐに頭角を表し国際大会で活躍。東京パラでシングルス、ダブルスの2冠を達成した。現在世界ランキング1位。好きな食べ物は、ちくわ。